はい、どうも、ルールカでーす。第3次スーパーロボット対戦 Z 天国編、前回と続きからやっていきます。おお、やばそう。ベリアル以外の敵の全滅、もしくはベリアルの撃墜。5ターン以内に以下の。いやー、これ無理だろ、きっと。では、始めるとしよう。波川か。オールキャンセラーとラムダドライバー。あれ、このラムダドライバー、やばいぞ。全属性の武器のダメージを10分の1にする。普通のラムダドライバーと違う。これやばいな。絶対別の方向に動いた方がいい。動いてきてくれるだろうから、普通に逃げます。
突撃使ってるからトランザムで一撃でいけんじゃね。こっちにしとこう。 ぶっ壊すよりもダメージ与える方がいいや。ラムダライはやばい。1、2、3、4、5、6。まあこれでなんとか約半分片付けた。攻撃は切れちゃってるか。やばい、もう引き力130超えたから攻撃力はすげえ上がってる。頑張りすぎたんだよ君たちは。警告は済ませた。ラムダドライバーを使ってもこの程度か。機体は互角、あとは俺次第か。距離があるならば。おっとっと、諦めろ。予部を渡すことをおすすめするよ。
アイア虫攻撃が少ないな。フィンファネルバリア貫通じゃん。ローリングしかないのか。とてもじゃないけど届かない。あ、この音はもともと使えるやつが少ないな。こうなったら、
敵全滅だから絶対ベリアルも倒さないといけないんだよな。よく考えてみたら今さら気づいた。かなりいい感じだぞ。そうか、バリアじゃねえからか。バリアじゃねえからラムダドライバーでもダメなんだ。すげえ、3万2000とかって。これだけ残してベリアルに行こう。
おお、月光町でも1000当たんねえや。どうしよっかな。あ、エネルギーねえや。全然ダメだった。底力のせいか、めんどくせえな。バリア貫通が役に立たねえからしょうがねえな。
恐ろしい硬さな。次のターンでとどめさそう。よし、よし、これで絶対終わりだろう。どれほどのものか試させてもらう。え、カウンター？距離を取れば安全と思っているのか。ラムダドライバーを使いこなせていないようだな。攻守交代だ。
お返しさせてもらう。ある、ラムダドライバーだ。ラジェ、さすがに倒しただろう。必ず当てる、破壊する。くらえ。なるほど、ここは君たちの力だ。おほ、654ひどいもんだ本当に。ああ、やった、着撃覚えた。バレスト壊れちゃうのかな。確かにその白いエースはいい機体だけど、あまりみたいな真似はしたくないけど、やるからには徹底的にやるさ。苦しませるつもりはないよ。わあ、7454ってひどいな。なんだこの選択肢。この場を離脱する、ソウスケを救出する。できる限りモビルスーツの部隊についていかないと。この場を離脱するか。というわけで第16話
終わる世界クリアいたしました。次回から分岐シナリオということで、まあ、ちょっとモビルスーツ寄りのちょっとルートを選択して1周目は行きたいと思ってるんで、はい。じゃあそんな感じで今回は終了いたします。どうもありがとうございました。